かなり出てきた。ふとちゃん、22歳で初めてガラス割って怪我しちゃったよ。あらあら。あら。あら。大丈夫ですか ?200 円あります。あざす。ごくちゃさん、毎月1回はやるわって言ってた、スイッチオンラインファミコンソロモンの時2、またいつか見たいです。100円貸します。2D のやつな、あれな。そうね。確かにね。あれ、気持ちいいからね、クリアするとな。ちょっとやりたいね、どっかでね。コウガさん、タバコ吸えるようになりたいと思って、この間初めて使い切りベイプを吸ったよ。出てくるのは水蒸気なんだけど、咳込んじゃったよ。タバコ向いてないのかな。そっか、タバコ吸えるなり、まあ、吸わねえほうが俺はいいと思いますよ。ね。癖で吸っちゃいますから、もう、タバコを。僕も、今もタバコの話聞いて、ちょっとタバコ吸いたくなっちゃったからね、これね。吸わない方がいいのかなって感じます。リヒトさん、じゃがりこ何味が好きですか?ちなみに僕はサラダ。僕もサラダです。あざす。キクさん、推し球団がボロクソで泣きそうだ。布団ちゃんは野球見に行って仕事ある。一回だけ、ないな。ない。ないっす。気分転換におぬぬめだよ。ないな。野球ないな、俺一回も見たこと。さっきはユミニーさん、ここまでうんこちゃんの声真似上手い人に他に見たことないんだけど、布団ちゃんはどう思う?うんこちゃんの声真似してる人いるの?ということで、本日のゲスト、うんこといえば、この人、加藤純一さんです。どうもー、うんこちゃんです。うんこちゃん、久々だよね。こうやって二人でやるのいつぶり?いや、わかんないけど、でもあれじゃん。なんか、石川さ、なんか俺さ、よく放送でさ、別に石川とさ、飲みに来てとか言ってんだけどさ、全然撮ってくれないからさ、だいぶ経ったよね。そうそうそう。ハイパーゲーム、全然呼んでくれないじゃん。いやね、石川ゲームやんねえじゃん。ああいうところは、なんか、てかさ、違うのよ。石川さ、なんかあるじゃん。その、自分のさ、なんか配信のさ、なんか筋みたいなのあるじゃん。だからなんかちょっと毛の時期かなと思って、いや、でも、あれだよ、みたいな。うるせえ。次はあの葬式だから。いやいや、あの、似てるね。字が似てるわ、てかそもそも。うん。マサルのアナオさん、100円あります。ジロリアンマイさん、200円あります。ナネさん、昨日第一志望企業の最終面接だったけど、今日何回寝てもお祈りメール来るイメしか見れないし、通知音一つに反応しちゃう。ところで、EAV の題名教えてくれない?ここにいる、ちょっと、人たちの方が詳しいんじゃないかな。俺、AV よりも漫画派だからさ、俺。ちょっと、AV はぜひ教えてもらってくれ。マニーマジョさん、今週から彼女と同棲始めるんだけど、やった方がいいこと、やっちゃダメなこと教えてくれ。譲り合い、助け合い。俺が金払ってるから。とか言うやつ。あと。仕事で、俺仕事で稼いでるからとか、そういう系。とか、そういうなんか、譲り合い、助け合い精神。肉人、ガルキマセだ。ガルキマセ、200円です。クラスターの時もありがとうございます。カベさん、まさません、英語圏に出張決まって2ヶ月前から仕事ごと休日に英語勉強中なんですが、疲れてきました。先生、気合の入る一言お話します。英語圏に出張は決まったな?なるほど、おめえな。英語圏に出張ができるような、人なんてきっと多分、俺、500人に1人ぐらいだと思ってんだよ。もっとかな ?1000 人1人かもしれない。その、500分の1、1000分の1に、このね、選ばれたというか、そんなね、人生を終えていることに、羨ましいです。はい。正直いいなって思いました。頑張ってください。ただのひとしさん、Google で隕石って検索すると実際に隕石落ちてくるってこと、トンちゃん知ってる?知らねえ。どれ?知らなかった。うわ、しかも画面揺れてる。すごい。知らなかった。おしゃれですね。あざす、知らなかったです。あざす。マスカキ太一さん、ヤッホープンレクバ、ヤッホープンレクバツイチです。町田を愛する BWG。言いづれな、ここ。BWG。ちょっと言いづれな。KT の一緒のリズムで言ってみよう。あざす。ありがとうございます。みつさん、
俺最近あいつの彼女読んだんだよ。海ちゃん最高だな。そうだな。まさおあいつの彼女出てくる女の子誰が好きなんだい。すでに行ったことがあったんですね。いや、俺も海見ちゃん大好きですね。はい、早く4巻みたいです。ハゲマラさん、最近マッチアワーのこういう僕のチャットが表示されないよ。ミュートされてるのかな。話変わるけど、最近、にじてる先生のエロ漫画にハマってます。マッチアワーも読んでて、ね。あ、ミュートされてますね。ご愁傷様でした。解除しました。カビマラさん400です。何すか。カビマラさん。協定じゃねえか。協定チャンネルとか。ちょっとよくわかんないけど、あれでます。あざす。壁村さん、あ、間違えて URL 送っちゃったよ。今日いいすごくレースがあったから見てほしい。なるほど。ダチョウ協定面白かったから、またお願いします。ニアグルさん。またやるらしいっす。はい。来月、再来月あたりに、はい。ステンレステンコさん、うん、こう、100レクします。タバコマスターの子さん、100レク。録画ですか？録画ですか？まあ、多分あんまり、多分つまんないやつなんだろうな、きっとな。みかんの山さん、1年で20種類ほどのアイスを食べる、私が選ぶ環境のトップのアイスです。どれ？パルム、ダブルチョコ。ああ、いちごのチョコと、ピスタチオのチョコ、そして、普通のチョコ。が入っているダブルチョコだ。もうある意味トリプルチョコだな、これ。もう言ったらば。これ見たことねえな、これ。ピスタチオ&ダル、ラズベリーショコラ。知らなかった。よく食べてみたいね。ありがとうございます。かさん。自動車教習所買い始めたんだけど、ぶつけないか不安だよ。とんちゃん車で事故起こしたことある。ありますよ。一度だけ。うん。前何度も言ったですね。僕は赤信号の点滅、向こうは黄色信号の点滅。僕はゆっくり徐行して右を曲がったんだけど、向こうから、もうすんごい爆速で、ストレートで来て、俺、あれなんだけど、見た時いなかったし、今徐行で曲がってんだけど、なんかやばいんだけど、これぶつかんじゃねえの？ドーンみたいな感じのやつでしたね。はい。ゆでたまごさん、町は春から大学に入ったんだけど、間違いできない。喋るやつはまあまあいいけど、高校の時みたいにふざけ合う中にもなれそうない。部活の同期もノリが合わないし、悲しいよ。お茶碗の配信が行きがあってるんです。いや、言うて俺もそうでしたよ。俺、専門学校の時、友達っていうかそういうふざけ合うような友達、ほぼいなかったからな。うん。いないよ。飲みにも行ってないし、年に一回あるかないかぐらいですし、そんなもんでしたよ、僕も。うん、そんなもんだ。暇人の結末さん、100円します。ウニクラゲさん、100円します。メッセージが削除しました。ありがとうございます。レインコインさん、本当にザ・ウィットネスってパズルゲームやってたよな。あれ、面白いけど完全クリアは苦行の、城だ。苦行の息だ。でも溶けた時のエンドルフィンで行っちまいそうだ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。200円です。ありがとうございます。もうやってみたいです。あゆみさん、中国人ピューと恋愛するべき気になってやってみるし。これ多分見たことあるやつだな、これな。多分見たことあるやつだな。あ、そうだね。これね。君勉強邪魔しない。これそうだな。これ見たことないですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。実写のやつだね。レインコさん、30ちょいの女性でも美味しく食べれるラーメン屋って間違いありますか？つまるところ多すぎず、こってりすぎない。おすすめがあったら教えてほしい。あー、まあ、あるっちゃあるな。ありますよ。どうだろうな。これ、あ、でももうやって、あれもう潰れちゃったんだっけな。これが、すげえおすすめする、そういう系のところ。なんだっけ、長岡食堂か。潰れちゃった説なんだよな。あるかな？長岡食堂、町田。うわぁ、閉店してる。なんで閉店しちゃったんだろう。3.56 だよ。なんで？めっちゃうまかったんだから、ここのラーメン。ここめちゃくちゃ良かったんだけどな。なんでだろうな。いや、ちょっとここが俺すごい好きなんですよね。こってりすぎず。多すぎずっつって、とにかく暗い安村さん。リアルなマイクです。暇の時見てください。これ見たな。さっき見たやつだ。あざす。ありがとうございます。
山さん、高画質モニターのおすすめは32インチですが、4K240HEZ 有機 ELAW3325QF または27インチがおすすめです。そんなでっかいモニターでやるんですか？ 32？ 本当？今パソコンって。32ってでかくない？でかいよな。これ多分27とかだと思うんだけどね。そうなんですね。アリさん、昨日スロットで6万買って、今日6万失った。ギャンブルって怖いね。でもやめられない。どうしたらいいのかな。100円貸します。ギャンブルを一緒にやめようって思いの仲間と一緒に過ごすことだ。うん、大物配信者のお友達、君さん。松本、親父に俺の Mac 貸したら、親父のアカウントの iCloud 写真が同期されて、親父の画像をフォローで全部見ちまった。親父の趣味なのか、やたらと経血のついたナプキン画像があったんだけど、これも多様性なのかな。まあ、でもさ、じゃあ俺こう思ったんだよ。まあ人に迷惑かけてないんだったらいいんじゃねえかって思ったんだよ。例えばそれを自分の中でよ。誰にも強要せず、誰かに広めることなく、自分の中で大事に大事に、あの、しまっていた、まあ、ほんとパンドラの箱、ならばあれだけど、そう、今、モニーミさんが言ってる、その、経血の写真ってどうやって手に入るんだろうなーって思ったんですよね。それが、なんか、その、なんだろうね、拾う手段が、そんなネットにボンボン転がってるもんなのかな。ちょっとわかんないけど。ちょっとそこを、ちょっと情報収集してみるといいんじゃないかなって。バキモンさん、よう、国松、最近猫の FPV にハマってるぞ。猫と同じ場所ばかり徘徊するのはまるでお前のパブの初動と同じだな。安心すんだよ、きっと猫も。同じところが。え、面白い。すごい。これ猫のヒゲの部分、首輪か。首輪につけてんだろうな、きっと。ふっ。へえ、こんな視点なんだね。抜きどころどこだろう。イグエンだっけ。いや、すごいね。おお。鳴き声のところめちゃくちゃリプレイされてる。猫視点いいね。猫視点おもろいね。いや、ありがとうございます。面白いですね。あの、ウォースさん。さてです。来週初めてのバイトなんですが、気をつけた方がいいこと、やっておいた方がいいってことでありますか？気をつけた方がいいことは、まあ、言われた通りのことをただこなすっていうのがさ、特にそこのバイトでね、骨身をうずめるわけでもないんだから、まあ、お金をもらうってことなんで言われたことを、まあ、なんだろう、整合性を、ね、高めながら、まあ、行動できたらいいんじゃないかなと思うんですよね。そんな感じでいいっすよね。やってたということはそんなないと思いますね。絶倫無双、マムシコブラさん。明日初めてエッチするんだけど、緊張する。経験豊富な魔女からアドバイス聞きたいな。そこを楽しもう。俺、初めて、強がんなくていい。俺、喜ばせ方知ってるから。いや、いい。もう、知らないんだけど、知らないなりに、俺、大事にするわっていうセックスしてきてくれ。まだ報告待ってるぜ。七七さん、仕事やアメリカのオレゴン州からアリゾナ州に行ったよ。マジで？4月の中旬なのに38度とかザラだよ。アメリカに来たらカリカリのベーコンと
ボールミルクっていう牛乳飲んでほしい。すごく美味しいよ。ボールミルクってなんだろう。これ知らないな。カリカリのベーコンは日本でも食えるけど、ボールミルクは知らないな。ボールミルク。ああ、こういうやつだ。よくゲームで見る牛乳だ。これ、洗剤みたいなボトルに入ったやつな。そんなにうまいのこれ。そんなに うまいんかこれ。ガロン。ああ、こんなにうまいの。アメリカの牛乳ってマジらしい。まあ、いろんな意見があるけどね。でも、うまいらしいな、それかな。うん。いや、どんな牛乳かっていうと、ローファットって言って、乳脂肪を抑えたものって。だから、乳脂肪が少ない。だから、あっさりしてる。ん？なんも処理してない牛乳のことをホールミルクっていうのか。全乳っていうのか。あ、なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。っていうことでしょ。これ。無調整ってことでしょ、ホールミルクって。若干怖いけど、ねえ。じゃあ多分だから結構脂肪が多めなんだろう。だからうまいんだろうね、きっとね。濃いんじゃないだから、すごい。なるほどね。いやー、飲んでみたいですね。ちょっとで、ね、僕今日、少し寝てから町田のちょっと居酒屋で少し動画撮ってきますわ。帰ってきたらまた配信します。はい。おやすみなさい。さようなら。